真部八代2月28日から1975年8月5日は、日本の実業家、弁護士、株式会社高楽園スタジアム第5代社長、日本ボクシングコミッション2代目コミッショナー、世界ボクシング協会就寝名誉会長、田辺総栄と共に、高楽園を一大企業グループに築き上げ、プロボクシング、 プロ野球をはじめとするスポーツ界、また映画界など、日本工業界の発展に尽力した人物である。愛媛県馬群土井町、とうちとう、母、ゆき、両家代々官主の家柄のもと、8人兄弟の末っ子として生まれる。生後感もない1895年に、北海道開拓のリーダーであった父、家族と共に、 北海道流軍田戸志村に渡るも父は病死。物心つく頃母,母からも離れ、北海道町に勤務する長兄に育てられた。中学生活の途中から上京するようになり、その後中央大学に進学し法律を学ぶが、卒業後杯結核を患い5年完了養に専念克服した後、弁護士を目指し、1924年司法試験に合格。 1936年には、東京弁護士カ常ツ議員会議長に就任した。1932年、阪急東方グループの創業者である、小林十三の誘いで、株式会社東京宝塚劇場の顧問弁護士を引き受け、その後、小林に、実業人としての適性を見抜かれ実業界へ、進むこととなった。高楽園スタジアムはプロ野球の予想外の、 不人気により、経営不振に見舞われ、わずか一年で、内部紛争が勃発した。真鍋は、東方の代理人として、仲裁の労を取ることになり、経営陣の資本関係をはっきりさせ、小林十三後藤慶太らの協力により紛争は解決した。旧役員は退陣し、会長に、渋沢秀夫、社長に、吉岡茂三郎、専務に、 旗とよ吉など東方のメンバーに加え、朝廷役を務めた自らが、監査役に名を連ねた。しかし、第二次世界大戦期と重なり経営の見通しは立たず、監査役でありながら、実質経営の指揮を取っていくこととなる。1942年、一時離れていた、創立メンバーである、田辺総営に、社長就任を要請。その後は、田辺の女房役として、 高楽園球場を拠点に日本プロ野球の発展に努めながら、戦後は副社長として、高楽園競輪場、高楽園遊園地の建設に次々と着手し二人三脚で事業を拡大していった。田辺政居後の1957年には社長に就任。高楽園ホール、石田高楽園スキー場、熱海高楽園を設立。 監査役就任から現役を引退するまでの約30年間、一度も離れることなく、終始一貫、後楽園の経営に参画した。熱海後楽園については、真鍋個人の清潔の看板と後楽園の持つ健康ムードに信頼すると、小松祐二の熱烈なオファーに加え、市議会、地元民の協力により1965年に設立。 夜の都として知られる熱海を家族ぐるみで楽しめる観光地へと変えた。日本ボクシングコミッション設立にコミッショナー諮問委員として参加した後、2代目コミッショナーとして先代田辺総英の意思を引き継ぎ、田辺ボクシングクラブ後楽園ホールを設立。コミッショナー在任18年の間に日本のプロボクシング界を世界的マーケットに成長させ、 多くの日本人世界チャンピオンを輩出させた。東洋ボクシング連盟の会長を務め、ボクシング界での功績を称えられ世界ボクシング、協会就寝名誉会長に就任した。後楽園以外の事業では、日本テレビ、大英、東宝、新東宝、新宿駒、劇場、東京タワー、野球体育博物館、伊豆美術館の設立に携わり、 財政難であった長島温泉を救うなど、実業家、弁護士、両面から功績を残した。また、読売新聞の社主であり読売巨人軍の生みの親で、ある、正力松太郎とは切っても切れない間柄で、物を頼んで断られたことがないというほど付き合いは、深く、正力松太郎が、日本テレビを作るときに協力した一人であった。ありがとうございます。